SP には1972年から1976年まで販売されていたブラジルのフォルクスワーゲンドブラジルで開発されたスポーツカーである。この車の名称はサンパウロの当時語である。1970年代のブラジルの輸入車市場は国内産業保護と 外貨流出を防ぐために閉ざされており、その結果国内で正式に生産されている数少ないスポーツカーはフォルクスワーゲンの現地法人が生産するカルマンギアタイプ1とその後1970年から1975年まで生産されたカルマンギア TC。そして有名なプーマ、サンタ・マチルダとミューラといったフスカや シボレー・オパラなどを独自にモディファイしたモデルを少数生産する現地資本の小規模メーカーの車種のみであった。ブラジルのフォルクスワーゲンの死者はボルフスブルクの本社からいくらかの独立性を保っており、1969年に自社で新しい計画を開始することを決定した。シーマン率いる開発チームはルドルフ・ライディングの支援を受けて、 プロジェクト X と呼ばれる開発作業を開始し、1971年の日本市に出展した。しかし車が市販されるまではもう一年が必要であった。最終的に SP と命名された、この車はバリアントのシャーシに同じフォルクスワーゲン製クーエンジンを搭載して作られていた。このエンジンは 1700cc に排気量が拡大され、 出力は 75HP を発生し、この車を時速 160km と 10kmL の燃料消費率で走らせた。この車が発表されると、国産の空冷フォルクスワーゲン車に加えられた多くの改善点、個性的な内装、数々の特別装備品や素晴らしい仕上げといった面で、すぐにマスメディアの注目を集めた。 SP1 という名称の車も作られたが、1600cc エンジンで、出力わずか 65hp と非常に貧弱な性能で、すぐに生産中止となった。同様の問題は、SP2 にも当てはまり、当時の口の悪い冗談に、SP2 という社名に引っ掛けて、セムポテンシアというものがあった。その革新的な外観にもかかわらず、SP2 は、 性能面ではプーマには立ち打ちできなかった。この2車種は類似のエンジンを使用していたが、グラスファイバー製ボディのプーマの方が、はるかに軽量であった。さらに自社が製造するカルマンギア TC とも競合した結果販売は低迷し、SP の生産はカルマンギア TC が生産終了した翌年の1976年2月で終了した。 総計1205台が製造され、そのうち670台がヨーロッパへ輸出された。この車は現在では価値あるコレクターズアイテムであるとみなされており、白色塗装の1台はフォルクスワーゲンの博物館で公開展示されている。生産されていた当時の価格は大まかに言ってビートルと同等であったが、現在では程度がよく保存されている車は、 同時代のビートルよりかなり高価である。SP3 出力不足という SP の根本問題を解決しようという試みは SP3 プロジェクトと呼ばれた。この車は基本的には SP2 であるがエンジンはすべてをブラジル版パサート TS から流用してきた1.8リットル 100PS6000rpm 圧縮比8.5 一の、連装キャブレター付き EA827 型水冷エンジンを搭載していた。試作車は、デーコンで製造された。ありがとうございます。